俺もう我慢の限界っす。ちょっとアンジュさん、ちょっとアンジュさん、アンジュさん、ダメ、もう富岡くん酔っ払ってるのはわかるけどさ、ていうか家に連れ込んだ私も私だけど、いや酔っ払ってるとかじゃないっす。俺アンジュさんのこと好きっぽいです。実はさ、富岡くんが前からそういう風に思ってくれてるんじゃないかなって気づいてて、今日もさ、仕事の相談があるって飲みに誘ってくれたでしょ。でもそれ後輩として言ってるんじゃないこと薄々気づいてて、でも私も富岡くんのこと好きだから嬉しかった。アンジュさん、アンジュさん、アンジュさん、富岡くん、富岡くん、アンジュさん、俺とミルクレープになってください。アンジュさん、アンジュさん、アンジュさん、なんかすっごい恥ずかしかった。でも富岡くん本当に私のこと好きって思ってくれてるっていうのが伝わってきて嬉しかった。私ね、ちゃんと付き合わないとこういうことしないからさ、頭固いのかな、まあ真面目って言われるかもしれないけど、浮気とかしたことないし、これからすることもないし、浮気だけはどうしたって許せないんだよね。なんだろうね。あ、とにかくこれからよろしくね。え？あ、俺彼女いますよ。え？すいません、なんか。え、どういうこと？あ、はい、俺彼女います。え？え、言ってなかったでしたっけ？私浮気した？あ、まあそうですね、彼女いてっていうことなんで浮気気になっちゃうかもしれない。なんで事後報告すんだよ。する前に言ってくれたらこんなことになんなかったじゃん。すいません、なんか俺言ったかなってちょっと勘違いしてて。ちょっと待って、富岡くんのインスタから彼女のアカウントに行って DM 送るからごめんなさいって、謝罪しないと早く。いいっす。謝罪は早く。考えすぎっす、そんな。バレないっすから別に。バレなきゃいいとかそういう問題じゃないじゃん。いや、大丈夫ですよ、そんなの。え、富岡くんってそのタイプなの？え、どういうことですか？いや、心を痛まないタイプなんだなと思って、浮気することに対して。いや、だそれやっぱ俺はバレなきゃ大丈夫っていう考え方っすね。私は頭からつま先まで罪の意識でパンパンなんですけど。いや、考えすぎ。ちょっと待って、 Google。 え、謝罪絶対許してもらえる。大丈夫、菓子折り大丈夫です。トライアって出た。大丈夫です、大丈夫です。トライア持ってさ、彼女のお家行っていいかな。いや、迷惑っすよそれ。急に知らない女来て。やっぱあの盛り上がった時間が大事なんですよ。アンジュさんって。それ早速黒歴史とかしてるわ。ねえ待って、本当に最悪なんだけど、なんで私浮気なんか絶対にしたくないのにさ、言ってよ、ずるいよ。いや、すいません。じゃあ、わかりました、わかりました。じゃあ付き合いましょう。いいの？だから俺はまあ彼女とも別れないですよ。付き合うんですけど、先輩アンジュさんとも付き合う。うん、付き合う、付き合う。どういうこと、どういうこと。これだから、どっちとも付き合えば、どっちとも本気だったら、これ浮気って存在しないってことですよね。え、新しい法律編み出した？ちょっとわかんないですけど。は？そんなルールは存在しないよ。いや、でもどっちにも浮つかないんで。いやいや、そういうことじゃないよ。待って待って。反省、やり方、坊主。アマゾンで坊主。バリカン。アマゾンで一番剃れるバリカンを買う。やめてください。一番、もうほぼ好きになってるじゃん。マジで、あの、意味ないんで、坊主。は？どういうこと？俺、前浮気した時、坊主にして謝ったんですけど、許されなかったんで。なんで坊主経験があんだよ。あ、ちょっと、苦しい。なんで坊主経験があんだよ。アンジュさん、死んじゃうよ。何、学生時代遊んでたけ？あ、いや、社会人になってからっすね、坊主は。3回ぐらい。なんで3回も坊主にしてんだよ。もう最後のやつじゃん。最後のやつ3回やってんじゃん。ああ。もう帰ってよ。帰ってよ。アンジュさん。帰ってよ。アンジュさん。アンジュさん。ごめんなさいっていう入れ墨を掘ろうかな。ごめんなさい。